連続でミスになってしまってるので、はい、次はあのミスは避けたいですね。ここは田中の強烈なスパイク。さあリバウンドから開いているドルーズ、プラクがブロックで抑えようというところ、小畑が上げて林、これはどうか、拾いきれませんでした。ブロックで止めました姫路。止めたのは田中咲だったで、姫路はやっぱりここで離されたら伊勢止めのようにこう一方的な展開になってしまうかもしれないので、はい、ここはやっぱりこうリードで16点を迎えたいですね。金井がよく拾う。ここはバックアタックを使ってきた孫田、難しいが林はどうか、これも孫田がなんとか当てる。金井が上げてプラク、フェイント、よく飛び込んだ林。田中は狙っていくが、これにも反応する。プラク押し込む、タットダオが拾った、林クロス、金井が拾う、そしてプラクどうだ、しかしここもしっかりと上がっているドルーズ。これは長いラリーになりました。林はフェイント、決まりました。見応えのあるラリーになりましたね。すごいラリーでしたね。たんじゃないかなと思います。さあここはしっかりとセッターに返りまして、真ん中宮地、うん、これがしかし返ってきました。今度はどうするか、また宮地を使います。ここは桜井が宮地を連続で使ってきました。